日本栃木県栃木市岩船町西岸、船町西は栃木県栃木市の大技。郵便番号は329-4307。栃木市岩船地区の中央部に位置する。北で岩船町は静、東で岩船町泉、岩船町西は岩船町局毛島、南で藤岡町港、藤岡町、大前、西で岩船町新里、岩船町上岡。 岩船町下津原、藤岡町大田と接する。中央部を、栃木県道67号気流岩船線が、東西に通過し、JR 岩船駅入口交差点にて、栃木県道133号、岩船停車場線が、栃木市役所岩船総合支所前交差点にて、栃木県道168号西藤岡線がそれぞれ分岐する。 栃木県道67号紀流岩船線に並行する形で、国道50号が南部を、岩泉山の南陸沿いに、JR 両毛線が北部をそれぞれ通過する。市街地は、国道50号と JR 両毛線とに挟まれる形で広がり、栃木市役所岩船総合支所や岩船、中央公民館、栃木市立岩船中学校など主要公共施設が配置されている。 また、栃木市役所岩船総合支所周辺において、土地区画整理事業が行われ、中区母ニュータウンとして分譲がなされ、人口、世帯数ともに増加傾向にある。2017年8月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。総数、個数、または、世帯数、人口、岩船駅道路栃木市役所岩船、 総合支所私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。